こうしてここに立つのは何年ぶりかしら。温泉前覚えてねえぜ。3年ぶりなのだ。その時私いねえよ。ってことで皆さんどうもどうも、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はお久しぶりに挨拶してんじゃねえよ。アンドラ最初やぞこら。久しぶりに出揃った感じなのだ。序盤からこれで大丈夫かしら。問題ないに決まっている。まあどんなことをするかにもよるがな。あ、普通にマイクラしていくわよ。私と同じじゃねえか。いいのか。身の丈に合ったものをするのが一番なのよ。そうか。一番の理由はこいつがマイクラ老人だからよ。なんしてんねんこいつ。低スペックが。そんなよ。ってなわけなんで必然的に普通にあります。注意を見るんだ霊夢。注意淘汰されるぜ。なんでそんなこと言うなよ。全部こいつのせいなんだから。最後に真面目に遊んだバージョンは 1.16 だったと思います。今 1.21.1 だぞ。とんでもねえ老人がいたもんだな。でどうかしら、この老人が急にモッドとか入れて遊べると思う。無言はやめろよ。霊夢が言いたいことはよくわかったぜ。理解しないでくれよ。それじゃあ気を取り直して遊びましょう。あれ、アイテムが結構あるな。新規じゃないのか。ちょっと進めてたのよねー。奥に家も立っとる。お部屋実況というものをご存知でない。いや知っとるわ。おい、ここはなんだ、村なのか。私もよくわかんないのよね。山の中に作られた村なんですもの。何がどうなってそうなったん。この辺地形がすごい変なのよね。ツンドラバイオームがあって、隣になんかすごい地形がある。この声である。やかましゃ。まああとは平原と森が続くだけなんだけどね。言うて大したことねえじゃねえか。あと地下がえぐい広い。そういえばクソ広くなったんだっけか。ワイザローもマイナスまであるのだ。おい老人出てきたって。とはいえ戦えるようにはなっておかないとね。自分が今どこまで戦えるのか夜の平原で試してみるわ。瀕死の石ツールでいいんか。資源がないんです。マイクラで貧乏ってあんま使んぞ。鉱石の分布って変わったのかな。ブランチマイニングじゃ鉄が手に入りにくくなった。ワイザローや地形で分布は変わるのだ。洞窟入った方がいいかもな。よークリーパー久しぶりだな。3体は効いてないわよ。ほら実力を試してこいよ。でも大丈夫、対処法は覚えてる。ダッシュして切ってノックバック。そしたらすぐに下がって起爆範囲から離れてしまえばオッケー。長いことやってただけのことはあるか。ちなみに難易度はノーマル。上げてんじゃねえぞ。上気味だなおい。はい、よいしょ。で、撤退。クリーパーの対処は問題ないかな？いいじゃないか。次は何と戦おう。え？は？え？起爆音。え、か、ちょっと待て待て。ちょっとこれどうなってんの？わからん。別のワールド作ってみようぜ。私も準備するわ。準備？よし行くぞ。せーの。いった。さあどうなってんだ？さっきクリーパー消えたよね。だが爆破した。つまり姿が見えなくなっただけだ。他の敵もそうなのかな？もしそうだったらやばいぜ。確認するためにも二人には頑張ってもらうのだ。ああ、そうするか。おいお前らちょっと頑張れよ。いやそのつもりではあるんだけども、何がなんだか。そうよそうよ。一応私被害者だからね。まあとりあえず生活基盤整えろよ。その間にこっちでいろいろ試案しておくぜ。全部の姿が見えなくなってたらどうしよう。最悪のシナリオすぎる。それじゃそっちは任せたぜ。それで？まだどうなっているかわからんが、問題があればそれを解決しないとな。手がかりも一切ないけど。現状も把握できてないからな。それを考えるのはもう少し先でいいだろう。うーん、なんか大変そうなのだ。まあ何かわかるまで普通にやってみよう。まずは情報収集だ。了解なのだ。うし、こんなもんか。木材集めは終わったのか。お、私にはルミアがついてくれるのか。なのだ。おそや心強いな。そんじゃ早速ツールを作ってみようか。まずはシャベルから作る。
私の知ってるシャベルじゃないんだけど。何これ？おい霊夢、おい霊夢おい。え、何かしら？木のシャベル作ったんだけどよ。好きなんだけどこれ。あ、それね。ウプ主が作ったオリジナル 3D テクスチャよ。オリジナルかよ。この動画では 3D テクスチャが随時更新されていきます。混乱しないでください。何この注意喚起。わはどこまで進んでるのだ？ツール系はほとんど変えたそうよ。弓だけはできなかったみたい。そうなんだ。なんでできなかったんだ？その辺説明すると長いからまた今度ね。うわ、ピッケルも変わってやがる。色が一色でなんか変。まあ石とかにしたらもうちょい良くなるだろ。これ木のツール作ってみるか。これが斧らしい。またおイメージしてるっぽいな。でこれが木の剣。木の剣というにはあまりにも鋭いのだ。あいつちこしらえの直刀か。仕込み刀でもイメージしたか。加藤一大好きです。もうちょい細身でもいいかもな。動画見て思った修正しておく。てかさすがスイカ詳しいな。鬼ですから。まあ一旦これは置いといて。食料どうする？あ、ちょっと待って、鶏とかいない？声はするんだけど見えない。敵はもちろんモブすべて消えてる。消えてそう。食料どうする？いや、ちょっと待ってな。畑は無理だし肉も見当たらない。リンゴも気が違うから落ちねえし。序盤で肉が手に入らないのきついな。他に食料っていいのあるのか？魚は？見えなきゃ無理だし釣りがおねえ。スイートベリーは？こんな暑いところにはない。あれこれもしかしなくてもやばい。エンディング持ってくるのだ。待て待て、早すぎるだろ。おい霊夢、この辺に何かないか？何か、何かって何があるのよ。クソ、うかつに動けなくなった。いやでも動かないとどの道。いや、これどうする？どうしましょうね。穴掘ってても解決はしないか。とりあえず外に出て何か考えよう。なんか変な音しない？変な音？こっちはまだ何も聞こえない。あ、なんか燃えてる。うわ、こいつ姿が見えなくなってる。いや、これで確信に変わっちまったな。この世界モブが透明になってる。いや、これどうすんのよ。さすがにこのままってわけにはいかないわよ。だがな、なんもわからんしな。今できることは少ないのだ。まずは基盤を整えないと。それもそうだな。で、食料どうする？結局そこに戻ってくるんかい。いや、本当に何かないか。空腹の旅に死ぬのなんてごめんよ。それはそうなんよ。おい待て、今海あったろ。え、海？まあ海はあるけど魚は取れないわよ。いや、昆布昆布、あれ焼くだけで食料になっただろ。水生好き嫌いすんな。今すぐに調達できるのは確かに昆布しかないと思うのだ。待って、マイクラで初めて昆布食べるかも。ていうかこの辺サンゴ礁あるのね。随分広いな。まあ今は昆布だ。昆布を大量に持って帰ってこい。回復量ってどれくらいだっけ？ 0.5。 マジで大量に必要だ。だが食べる速度は速いぞ。いやー、夜怖すぎるんだけど。どこに敵がいるかわからんからな。今日はこのホラー穴で過ごすとしようか。わー、このトラップドアイアイデアなのだ。日が昇ったかよくわかる。私が毎回使うやつだな。とりあえず食料作るわね。放送中に頼む。霊夢がいない間は石ツールを作って時間を潰していたぞ。ほう、こんな感じになってんのか。色合いが変わった程度だな。ただ石の剣は槍になってた。他のはどうなってるんだろう。見てのお楽しみってことで。最後にクワはこんな感じ。ちゃんとクワしてるわこれ。あ、ちゃんとクワしてるな。本当に返事するのやめなさい。ではでは、朝になったのでね、早速過ごしやすい場所に移動します。理想はどんな場所がいいのだ？平原一択。かっこたる石を感じる。だが見つからない場合もあるけど、まあその時はその時で。諦めてしゃあなしに定住します。他のバイオームが嫌なのは伝わ。ちょっと待て、なんだあれ。え？うま？これは世界が変になっている証拠か。まだバグり始めて日が浅いってことかな。なんでこんなことに。大間さん、私たちだけで本当になんとかなるのかしら。だが事件には何かしらのきっかけがあり、それを行うに至った動機が必ずあるはずだ。私たちはまだその一端にしか触れていない。面白そうなことになってきたな。原因、解決方法あるはずよね。なのだ。私たち以外にも動いてる奴はいるだろう。やることは決まってる。行くぞ。